はい、どうもテルヤでございます。ということでね、今回はですね、スティーヴ・ヴァイさんの教会を建てるでおなじみのですね、ビルディング・ザ・チャーチという曲のですね、中間のギターソロを解説してみようかなと思います。でですね、この中間のソロなんですが、このね、めちゃめちゃこのね、両手タッピング、ボスハンドっていうんですか、ここはですね、割愛させていただきましたので、これはですね、もういろんな方がやってますし、ちょっとね、これを覚えてどうすんのかなっていうところがあったので、ここはね、ちょっともう省きました。なので他の YouTuber さんがですね、たくさん素晴らしい、演奏をですね残しておりますので、そちらをご覧ください。今回はね、そのね、前のギターソロをフォーカスしましてやっておりますので、でですね、今回もですね、アンプリチューブ5のですね、カービンのですね、アンプモデルがありましたので、 V3 ってやつですね、仮面ライダーではないですね、普通のカービンの V3 でございます。そちらを使用して演奏してみたいなと思います。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。さあ、それでは始めていきます。このソロはですね、全体的にワウペダルを使ってるんですけれども、今回ね、ちょっとワウペダルを使いながらちょっと説明しにくかったので、一旦ワウペダルなしで解説ということになりますので、よろしくお願いいたします。で、最初ですね、最初もワウペダル使って、このね、ピッキングスクラッチで入ってる感じですね。これで入ってるんですけども。っていうね、このね、これがね、すごい早いので、これはね、ちょっとね、これストレッチなのでね、このストレッチ厳しいって方はですね、これね、タッピングでやっちゃってもいいと思いますけどね。こんな感じでね、スティーヴ・ヴァイさんはですね、すごく手がでかいので、なんで、って感じになるんですけども、じゃあちょっとこう、ゆっくり弾いてみますね。って感じですね。ここのね、ここのね、6連が入ってきますので、で、このね、6連の後ね、これはね、このね、ライブだとこの久しぶりで全部言ってたんで、最後だけこの、ピッキングしてる音が入ってる感じしましたけどね。で、次ね、またここでちょっとアームがたくさん出てくるんですけども、これがですね、最初、2弦の13フレットをですね、アームダウンして、でね、1弦の10フレットですね。ってな感じですね。もう一回ゆっくり弾いてみますね。ってな感じになりますので、またね、これね、アームない方はちょっとね、できないんですけれども。で、まあ、ここのポイントとしてはですね、このもう、この2個目のこの2弦の15フレットいくときは、って、この結構ね、早くいく感じですね。こんな感じでね、こんな感じでね、ザッていく感じですね。こんな感じでやっていただくと。で、次がですね、ここがですね、ちょっと、ふわりがちょっと難しい感じになってますが、このね、これをね、綺麗に当てはめていくって感じですね。ですね、ゆっくり聞くと、まあ、こんな感じになってたんですけれども、ちょっとやっぱりね、譜面に書くとカチッカチッとなっちゃいましたんで、ここはね、結構、なだらかな感じで詰め込むって感じですかね。こんな感じでね。ちょっとね、クリックが今ちょっとないんでね。ただこうやってるだけに聞こえちゃいますけど。このね。このね、1音半チョーキングを繰り返すんですが、この最後だけね、ちょっと、1音ぐらいになってるんですよね。ってな感じでね、こうゆっくり聞くとこんなに聞こえましたので、まあそんな感じで弾いておきます。次はですね、この2弦のね、20フレットチョーキングなんですけれども、で、このね、下げるときにピッキングハーモニクスを出すと、
で、その次がですね、この怪しいフレーズ出てくるんですけども、このパッて聞くとね、こんな感じに聞こえるんですけれども、なんかね、ゆっくり聞くとね、なんかね、この譜面に書いてある感じのね、聞こえ方にしたので、そういう感じで弾いておりますが、このね、こんな感じじゃなくてね、こんな感じになってましたので、で、次が、ここはね、普通にね、綺麗に当てはまるんですけども、で、これ繋げて弾くと、まあ、こんな感じになるんですけども、で、その次がですね、てなね、フレーズになるんですけども、ここがね、このね、このスライドをね、ちょっとゆっくりめに弾くって感じですかね。こんな感じじゃなくてね。こんな感じでね、これね、ゆっくりスライドしてる感じでしたね。でね、ここもね、ここまで大移動するスライドありますので、ここもね、もうここら辺でちょっともうここら辺見といた方がいいかもしれないですね。でですね、ここでピックアップセレクターをフロントにしてですね、ここからスイープが出てくるんですけども、ですのでこれはね、ほんとね、この形があるんですけども、こっちまでスライドしてこう戻ってくるだけですね。これが移動するだけですね。ね、こんな感じでね、移動してる感じですね。ってな感じになるんですけども、ここもですね、ここは結構ダイナミックにいく感じですね。で、こっからですね、かなり早い、ハンマリングのフレーズが来るんですけども、この、で、ここだけですね、一番最初だけこうピッキングしてない感じしますよね。これがね、ピッキングしてない感じしますので、んでね、このね、ここなんですけども、なぜかね、ゆっくり弾くと、ここに行ってたんですよね。なんで多分、スティーブ・バイさん、手が大きいので、まあ、多分、こう行っちゃったのか、それともこれを選んでるのかどうかわかんないですけど、こう行っちゃいたくなりますけどね。こう行っちゃいたくなるもんですけれども。てな感じで弾いてますね。で、このね、最後だけね、ちょっとふわりが変わりますので、まあ、そこがね、まあ、ちょっとね、まあ、難しいとこなんですけども、それをきっちりやるかって言われると、まあ、なかなか難しいとこですので、まあ、ゆっくり解読していってもいいのですが、なんでね、これもゆっくりなテンポから合わせていくって感じですね。で、この最後はね、このアップしてね、こういうテクニックが入ってますので、ここもね、結構スピードが速いので、ちょっと大変なんですけど、最後はね、すごい、これね、ハンマリングたくさん来ますので、すごいね、練習になりますので、これね、てな感じでね、ビルディングザチャーチのね、ソロマスターということになりますね。このまあポイントはですね、まあこのね、最初のストレッチがね、大変ですので、でまあこの次アームですよね。
これをね、覚えていただくっていうのですね。で、ここで1音半チョーキングいきますので。次、ここですね。これがちょっとね、ふわりがちょっとややこしいって感じですか？で、次のスイープですね。このスイープも出てきますので、これもね、ほんとね。これもね、ふわりがね、ちょっとややこしいので、これね、ゆっくりまたテンポに合わせてね、ゆっくりから始めていくと。で、スイープなんですけども、スイープをですね、ちょっとご存知ない方にちょっと説明していくと、こうダウン、ダウン、ダウン、ダウンってこうやって弾くんじゃなくて、こうね、弾いたら、この次の弦に、ポンってもう寄りかかる感じですね。ポン、ポン、ポン、ポンっていう弾き方なんですけど、これしていくと。こんな感じね。これがスイープですので、詳しくはですね、私、スイープのですね、解説動画を出しておりますので、そちらをね、見ていただくと、スイープの仕方がですね、よくわかるのではないかなと思いますので、ちょっとね、またその動画もね、普通のスイープじゃなくてね、ちょっとややこしいスイープのフレーズをですね、ちょっと解説してますので、ちょっと初心者の方にはちょっと向かないのかなと思いますけれども、ちょっと原理はわかると思いますので、で意外とね、このね、ここもね、結構ね、このね、指がね、結構開きますので、ここも結構大変かもしれないですね。こういうのがね、意外と大変なので、ここもね、ちょっとね、ストレッチをこうね、無理しないようにですね、こう開いて練習していくと。あ、ここね、このね、これで弾いてましたけど、薬指でね、ここね、小指でいっちゃってもいいかもしれないですね。ここね。このね、3弦の13の時、小指で行った方が楽かもしれないですね。ね。で、次はこのね。こういうのが来ますのでね。これがですね、早いので。これね。こういうのが来ますんでね。で、ここがね。ここだけなぜか。ここがなぜか。もうね、普通に。こうやって弾いてもいいと思いますけどね。こうね。こんな感じで弾いちゃってもいいと思いますけれども。で、まあ、あとはですね、この後にですね、恐ろしい両手タッピングが来るんですけども、これはもうね、いろんな方がですね、解説や譜面出してますので、それ通りにやっていただくと。まあ、あれはですね、めちゃくちゃ難しいんですけれども、もう覚えるだけですからね、あれは。なんで今回はね、割愛させていただきますと。結構ね、あそこの動画がすごいたくさんあるのでね、今回はこの中間のですね、ソロを解説してみましたが、いかがだったでしょうか。皆さんもですね、ぜひこのね、ビルディングザチャーチ、挑戦してみてはいかがでしょうか。今回も長々と動画お付き合いいただきありがとうございました。ということでまたね、次回も動画出しますので、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。それではまた次回動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。